でクライマックスシリーズ新井監督、采配ズバリ。冴えすぎやろう。新井冴えすぎやろ。新井マジック。広島超効率よく点取るな。6回同点ピンチで森下をスパッと変える。大道高リリーフ。大道に代打末金ホームラン。末金来たー。采配当たりすぎじゃね。クライマックスシリーズ前新井さんキーマンは末金。新井さんの采配が神ってるわ。選手が打てば名将、打たれれば武将、監督用もかわいそうなものよ。どんだけ松山中崎好きなんだよ新井は。不節制のデブ使うなよ。たった2点のリードでなぜか敗戦処理の中崎を出した結果、案の定ピンチ招いて勝ちパターンのターリーを出さざるを得なくなってしかも追いつかれちゃったけどこれ本当に冴えてる？だが堂林に変えて松山は何の意味もなかった。犠牲フライくらい打つと思うやん。新井はいるだけでベンチの雰囲気良くする特殊能力持ってるからええよな。新井さんこれ普通に代表監督にも向いてるのでは。本当に新井さんの采配なのか、隣の藤井ヘッドの采配なのか。阪神を食えるのはこの男しかいない。